の系男子が世界をハック。時は来た子ではまさにアイドル日和だ。みんなに質問してもいいかな。犬系男子は好きですか。ここにいるみんなの声が聞きたいな。イエイ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 。楽しんじゃおう。Take you take you連れて行くよ。
君の一番じゃダメですか。君の笑顔はずるいよ、もっと期待をしちゃうんだ。僕の気持ちは君に届いてる。知りたい君の気持ち、もっとこっちに来てほしい。絶対絶対幸せにしたい、だから僕にギブミ。気持ちはまるで風船みたいに飛んでく。ドキ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 、どんどん溺れてく。そわ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 、抑えられない感情。誰か教えて、これはランランラ。止まれノンノンノン、だけど抑えたいな。ありがとうございます。はい、じゃあ改めまして僕たちハクパピヨンです。よろしくお願いします。はい、ということで本日は SD ホワイトデー、はい、お越しくださりありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ黄色担当ヨマです。よろしくお願いします。はい、オレンジ担当レンです。よろしくお願いします。はい、ということで、3月9日の、まあね、バジ編の先輩の、ね、グループのそうだ、ね、ラストワンマンから2日あげて、はい、ということで3 days 初日なんですけど、なんかね、ホワイトデーらしくてね。そうだね、このタイトルがね、ホワイトデーっていうことで。バレンタインから早くね、普通に1ヶ月経ったの経つらしいね。でもまあ2月がちょっと短くなかった。まあ28日しかないもん。え、毎年28なんだっけ。ウルー年で29?7? があるらしい、4年に1回。その4年に1回だったの、今年は。あ、そうなんだ。勉強になりますね。はい、よかったです。ありがとうございます。ホワイトデーちゃんと返した？いや、もらってないから別に返す人もいないし。あ、でも、あ、なんでもないわ、ごめん。なになに、レンレンからなんかもらったかなと思ったけど、全然もらってなかったし。ちょっとあげてないね。帰りスタバ行く？今日飲んだ朝、そういえば俺。そうじゃん。朝からスタバ贅沢。俺昨日飲んだよ。なんか、スタバ行って、この前なんか無料券みたいなの出てくるんだよ、スタバって。たまに、あ、なんかインスタとかで出てくるよね、たまに。で、なんかレシートのアンケート答えて、なんか番号入れたらなんかタダでもらえるみたいなやつで、まあ、2回目なんだけど、そういうのがあるらしくて、無料で朝飲んできました。だから今日甘いもの飲んだからちょっと元気。え、じゃあ俺も後でちょっと、え、ちょうだい。何を？スタバ。じゃあおごってね。え、そういう約束やん、この前。確かでしょ。なんだっけ、なんか あったよね、成人、あれ、卒業祝いと成人祝い。人祝いお互いにスタバをおごり合うという。懐かしい。戻りたいね。え、戻りたいわ、成人に。え、35歳だ。23だわ。じゃ最後の曲いきます。はい、はい、それで聞いてください。晴れ時々プリンセス。ときめきに変わるくらい大きな
声で届くように歌うから、時々テンション上げて高まる思いぶつけて、君と僕だけの宝物、あ君と出会えたこと、あ僕は忘れない、守るよお揃いの時間、悲しくなった時はこの歌を思い出して、会えない時も心はつながってるよ、君のお願い事は僕が叶えてあげる、大切な1ページ一緒にめくろう、じめじめのあの空も晴れるくらいにときめき、最後に告知の方をさせてください、はい、僕たち白パピオン4月13日に、テイクオフセブンさんで、はい、新メンバーのお披露目が決まっております、メンバーが増えるので、まあ楽しみにということで、何増えるかな、何増えるんだろうねはい、ということで4月13日水曜日ですね、はい、だったら詳細の方まだ出てないんですけど、日にちだけ決まってるんで、だったら覚えててくれたら嬉しいです、公式もぜひでもねフォローしてもらえたらね、はい、この後平行物販ですね、新規の方1枚無料となっております、よかったら遊びに来てください、はい、あ、次回ライブ、ん、次回ライブは明日ですね、ここ SAB 東京さんビーズコレクションに参加していただくので、はい、よければ皆さん見に来てください、お待ちしてます、午前中なんですよね、早い時間なんですけど、そう、よかったら見に来てください、はい、お願いします、はい、じゃあ以上僕たちハックパピオンでした、ありがとうございました。